こんにちは、ももほです。今日はついに私のお家に嬉しいプレゼントが来たので、なんかお話ししながら見せたいと思います。みんなに、じゃん、銀の盾が私にも届きました。本当はさっきね、これを開けてる動画も撮ったんですよ。でもなんか撮影うまくいかなくってボツになりました。銀の盾様がね、私のお家に向けてくださったので、この機会にみんなへの感謝を伝えたいなと思います。本当にまずね、私が今させてもらってるこの職業って見てくださる人がいないと成り立たないものだし、そうだから見てくださってるだけで本当に私は超ありがたいし、本当に心から感謝してるんですけど、なのにね、みんな高評価を押してくださったり、コメントしてくれたり、私の SNS してる SNS を全部チェックしてくださったりそうしてくれる本当に優しい方たちばかりで、本当に私も YouTube もともと超大好きだったから、ずっと携帯を多分買ってもらった時ぐらいからずっと YouTube 見てて、それこそメイクの練習とかもね、YouTuber さんを見てしてたりしたんですよ。だから本当に YouTube のお仕事を今させていただけてるのも本当に自分では奇跡だと思ってるし、びっくりだし、本当に自分に合った私はが一番やりがいを感じるって思える仕事を今できてるなって思って、本当に超幸せです。しかも本当に恵まれてるなって思うのが、アンチコメントっていうかな、ちょっと悪いコメントとかが本当に少なくて、ゼロっていうわけじゃないです。それはまあ私はね、動画出してるし顔も出してるからゼロっていうのは絶対ないけど、本当に少ない。なんでこんな少ないんやろって、本当にもういつもびっくりする。ファンのみんなが本当に優しい人ばっかりなんやなって思うし、私は結構言われたら傷つく、まあみんなそうだと思うけど、特に言われたらすごい気にするし傷つくタイプだから、本当にね、優しいコメントがたくさん来るのは私にとっては本当に本当にありがたいです。もうみんな DM とかコメントでもいつも優しいコメントをくれたり、応援のコメントをくれたりね、してくれて本当にありがとうございます。あとはね、私が YouTube 登録者様が本当に多分少ない時から見てくださってる方もたくさんいて、その方とかからたまになんかおもちゃんが有名になってきたから遠い存在になるのが悲しいっていうコメントがね、たまに来たりするんですけど、私は絶対に初心を忘れないし、みんなへの、本当にみんながいないと、見てくれてる方がいないと成り立たない仕事だからこそ、絶対私は変わらないです。いろいろと何事も変わらないです。見てくださってる方がありがたいことに増えてるので、コメントとかもね少し多くなってきたりして、みんなに返せてはないんですけど、時間があるときはこれからもたくさんコメント返し絶対しようって思ってるし、とにかくなんかみんなとのコミュニケーションはたくさんずっと取って、ずっと
近い存在に感じてほしいです。そうなんかね、東京とかこの前もお仕事で行かせてもらった時にもうたくさん声をかけていただいたりして、そう普段ねあんまり外に出らんし、そういう機会がなかったから、なんか本当に超不思議な感覚でした。なんか、こんなに身近な方がたくさんの方が見てくださってるってすごい私にとっては本当に不思議な体験だったけど、本当にめちゃくちゃ嬉しかったし、今日ももちゃんのメイク動画見てメイクしましたって言ってくれる子もいて、なんか本当にやりがいを感じれるこのお仕事が今できてて幸せだなって思います。これからね、そうお引っ越しが決まりそうで、だからねもしお引っ越しがこのままうまくいったら、もっとできる企画とかルックブックとかねもう増えると思うし、あとはそう配信とかライブ配信とかも私したいけど、実家だからねなかなかできなくて、そうライブ配信とかみんなとコミュニケーション取れるように、みんなとのコミュニケーションもよく取れるようになると思います。だからみんなもそれ楽しみにしててください。とにかく私はみんなにとても感謝してるし、私に関わってくれてる事務所の方とあと家族とかね、このお仕事を応援してくれてる私に関わってくれてるみんな全員に本当に感謝をしております。ありがとうございます。はい、じゃあこんな感じで、とにかく私はみんなのことが大好きだし、いつも感謝してます。何回言うんって感じやけど、本当に何回言っても足りないぐらい感謝してます。いつも本当にあったかいコメントとか応援とか、もう動画を見てくださってるだけで本当に本当にありがとうございます。まだまだね、これからも自分磨きをしてみんなの役に立つような動画をたくさん作っていったり、たまに私の自己満の変な動画が上がったりすると思うんですけど、みんな楽しくこれからも見てくださったら私は嬉しいです。じゃあ今日の動画はこんな感じで終わりたいと思います。本当はなんかメイク動画の後にちょっとお話ししようかなと思ったけど、みんなに感謝の気持ちを伝えたいし、この動画を見てもらいたいから一本の動画にしようかなと思ってます。だから髪の毛とかがちょっと前回の動画と被っちゃったりしてるんですけど、そこはちょっと見逃してください。また次回の動画でお会いしましょう。みんな本当にいつもありがとうございます。大好きです。バイバーイ。